が生じた例レンズフレアはカメラによって写真映像を撮影する際に極めて明るい光源がレンズに向けて当てられている時や画角内に極めて明るい光源が存在する場合に生じる暗部への光の漏れであるレンズ内面での再反射によって起こるフレアは反射面の曲率や形状により様々な形態のものが生じうる 特に凹面で強い光が再反射すると光源から画面中心を基準に対象の位置に比較的はっきりとした像が現れる。このような形態のフレアをゴーストというハレーションと混同されることがあるが発生原理が異なる。レンズフレアはレンズのマイナスの特性であり発生させないようにするには使用レンズの特性を把握している必要がある。 レンズフレアが発生しないように、晴れ切りと呼ばれる作業を行うが、これは、慣習的な言葉の使用で、本来は、フレアの防止である。本格的なカメラには必ず付けられる、レンズフードなども、レンズフレアを抑制するためのものである。フレアを防ぐために、レンズ共同の内面反射防止の塗装や、静電気触毛などの工夫がなされている。 また各レンズ表面にはコーティングが施されている。コーティングも単層コーティングや多層コーティングにとどまらず、ナノクリスタルコートなどといった新しい技術が開発されている。その一方で、レンズフレアやレンズゴーストは太陽など明るい光源を強調するための映像効果として、映画、テレビドラマアニメーション作品、テレビゲームなどにおいてよく利用される。 レンズフレアのエフェクトを作る機能は多くのデジタル合成ソフトや CG ソフトに搭載されている。レンズフレアやレンズゴーストの色、形は撮影に使用されるレンズによって異なり、それを再現するプラグインも存在する。嫌われる傾向にあるフレアだが、人や目指す表現方法によっては効果の一つとしてわざと出す場合もある。ありがとうございます。